福祉高原さん、食べ物秋広、俳優の審査員笠原博以上4種審査によって行われます。まずは白のデビューの湘南ベルマルのスタッフから選びます。背番号1ゴールキーパー秋元陽さん、背番号13決めた山田美希、背番号4決めたアンドレマイヤー、背番号29決めた杉岡大輝、背番号14決めた藤田誠也、背番号5決めた秋元陽、背番号6決めた石川俊樹、背番号42決めた高橋亮、背番号2カード菊池俊介、背番号18カード小川風さん、背番号8カード山田直樹、続いて三塁選手です。背番号31ゴールキーパー後藤正樹、背番号30決めた島田剛、背番号22決めた下田壮太、背番号23決めた高山薫、背番号36決めた岡本達也、背番号17番の馬場投手、背番号19番の表真彩芽、そして監督は超記者。Which may change the world of Shaka itself. And this team is called Abispa Fukuoka! Abispa will fight, Abispa has to win, and Abispa will fight up high to get the victory and conquer the top. So let's celebrate Abispa's glorious future together with the players today. For you, all the supporters of Abispa Fukuoka, together here today, here we go!背番号23、鋭いセーブで積極果敢にゴールを守るゴールキーパー杉山幹広。背番号3、とどまることを知らない不屈のサイドアタッカーディフェンダー駒野雄一。背番号18、サイドを駆け上がる無尽蔵なスタミナディフェンダー亀川雅史。背番号19、1対1の絶対的な強さ、ロングフィードもチームの武器ディフェンダー堤俊介。背番号14、アンスターの希望羽ばたけ世界へ、ディフェンダー冨安健洋。背番号6、韓国から呼び出た期待の超新星ミッフィルダーウォン・グジェ。背番号7、アビスパファースト、その献身性がチームを救うミッフィルダー三笘雄太。背番号33、昇格へタクトを振るピッチ上のマエストロミッフィルダー山瀬浩二。背番号17、ノステアポイラレモスカンツーノフォワードウェーリート。背番号24、そのスピードでピッチを切り下げネイビーパレットフォワード中川テルヒト。背番号8、一瞬でマークを吹ける青木シップフォワード松田力。続いてサーブの選手です。
背番号1ゴールキーパー神山隆一、背番号2ディフェンダー濱田美月、背番号2守備ディフェンダー中村北斗、背番号2守備ディフェンダーエレン、背番号10ファーボー城野金久志、背番号11ファーボー坂田大輔、背番号16ファーボー石津大輔、心を一つに絶対に諦めない、それが背番号12アビスパ福岡サポーター、そしてそのアビスパ福岡を率いるのは監督井原